だったらカブトも猫でしょうって言うんで、はい、姿写しで、うん、ありがとうございます、はい、ご対応いただいて、はい、頭表示をちゃんと表示させて、へえ、見て見て、このお尻が可愛いんですよ、お尻がね可愛いの、すごい、このシネコシリちゃんのね、このカブトの、あ、頭の後ろってことですか。そう、ちょっとお尻見せて、お尻、ね、お尻、ほらお尻ちょっと割れてるの、ちょっと割れてるじゃん、割れてるの、ね、これみんなつけてるんですよ、マルチ行くと、もう本当に本当にみんなつけてる、いや、いいですよね、この、あーすごい、でもちゃんとアイコンも全部 PS5 のボタンのエフェクトになってますね、あ、すごい、本当ですか、はい、安倍の生命とかこれを見てどう思うんだろうね、可愛いってこう思っててほしいですよね、どういう格好なんだろう、確かにほのぼのすんのかな、で今回この猫パンチ装備で、はい、ちょっといきますか、イエー、猫パンチで、せっかくなので妙薬を求めていってください、はい、頑張ります、今日結構お父さんリハーサルでは超順調だったので、あ、そうか、あ、そうですか、すごいすごいすごい、ちゃんとドア開けるときに震えますね、ニューセンスしっかりと、コントローラーで、はい、PS の5の本当にコントローラーは本当によくできてるので、この辺は知ってるみたいな感じで持ってない人が尺に触りましたね持ってないくせに持ってる人みたいな、2人組、よし、いや、でもさすが、すごっ、急にこんな2人組、あー、やばいやばいやばい、いいですね、いいですねって言ってる一人リアクション違うんだよな倒されてほしいんだね、いやもうね、昨日本当にね、前回なんだろう、いい仕込み込みね、散々パラやられてるんでね。あ、そうですね、これ。そうです、コンですね、持ってる。例の仕込み込んの人がすごい強いんで。頑張れ。いや、強い。わあ、強い。うわ、猫パンチでボコボコにしてます。いや、でも可愛い。これ難易度っていうのは過去と比べてどうなんですか。あ、でもこれは普通の DLC の流れなので。めちゃくちゃ難しくはないですけど、ただまあ今回ニオの夢二の難易度にいったらもう全然飛んでけ、大変だと思います、あー倒した、あ、すごい、いやでも順調ですね、中層なんで本当にスタミナ管理がちょっと普段と違うので、そうですよね、軽装でいつもやられてる、はい、あ、そうか、でも手こはそうですね、はい、確かに軽装の方が立ち回りは、そうだね、すごい、いやすごい、あ、かわいい、これをこうやればいい、足が、なあ、ほら見て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 、あ、穴があるのね、本当だ、穴があるわ、穴があるのね、アムリタが出るんでしょうね、アムリタがね、いっぱい、何が、何があるの、あれ、白子なのかな、これは写真の印象が、いや、まーすー、やった、やだこいつ、やってくる、こういう空から来てくる、お、なんかなんか、なんか、新しい、かっこよし、すごい妖怪技ですね、どういう技なんですか、これは、床を発生させて、そこで爆発させたりとか、なんか敵引きつけるっぽいですけどね、そうですね、吸引力が、はい、あれ、戻ってきた、まあ、戻ってるなと思いましたよ、戻ってるなと思いました、罠を見せてくださったのかと思ったんですけど登って降りたなと思ったんですね、罠にハマるために戻ってる、全力で逆走しちゃうっていうちょっと癖あるんで、なるほどあれ、あ、いる、あ、え、なにこれ、見たことない、新しい妖怪です、ね、ちょっとよく見ましょうか、ちょっとこれどういう妖怪なの、あらー、本当じゃあさんちゃんやばい、まだやんの？嘘でしょ？やったさんが笑ってる、ユーズレターの武器にやられた、笑ってるよ、ちょっとじゃあこれは、あ、ロードは早いな、早っ多分これを見せてくださったんだと思います、そうだ、そうです、めちゃめちゃ早いわ、
なんかあっという間です。いいフォローしてる。楽してないしてないって感じでした。あ、だからもう死んでないのと一緒だね。楽してないですね。今のおついちさんを踏み潰してたのが新しい妖怪の。そうですよね。ね、そうですよね。粉木じじいです。来ましたね、粉木じじい。粉木投げだったんですね。そうですね、あの体が石化するので。あ、なるほど。硬くなるのか。はい、防御も強くなるし重くもなるし。地味に。そうですね、結構もう終盤のサブミッションですけども、終盤のやつなので結構敵は全員。あー、硬いね。ナイス。うまいな。うまいうまいうまい。ちゃんとガキを避けつつ。そうですね、今ちゃんと。カニ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 。うまい。すごい。きれい。決めるね。うめえ。うまい。やばやばやば。こっちはこっちやば。もう掴んでる感じあります。いやどうしますかねこれね。いやでもこいつだよこいつ。こいつな。あ、なんかね弓のこのデュアルセンスのやつもすごい独特。ちゃんと弓引いてる感じしてる。やばい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 。これはもうこれはもうちょっとさ、あの粉木じじいってああやって弓矢で撃っても泣いちゃうんで周りの敵を。なるほど。これじゃあ、あの安田さんも思わずにまんまと。はい。そうか、泣くんだもんな。泣いちゃうんだよ。泣いちゃうんだよな。あ、でも、あ、1対1だ。あとジジイだけです。ジジイだけ、ちょっと味方。誰の味方でもないんですよ。本当ですね。あ、ね。あ、中に消えた。お、あ、戻っちゃいました。でももう敵もいないんで。あ、いないですね。泣いても呼ばれない。あ、硬くなってる、硬くなってる。おー、来た。おー、タイミング難しい。あー、やばい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 。これですね。おーや、すげーいい。あー、やらしい。あー、なんでなんで、やばいやばい。あぶねー、あぶねー、あぶねー。笑顔が止まらない、安田さんの笑顔が止まらない。格ゲーの動きやん。2攻め、倒れてるやん。2攻め、格ゲーの大きい攻めはやばい。悪いわこのキャラ。あーでもナイス。あーうまい。お、これは勝負あるか。タイミングいい。あー気持ちいい。ダメーン。うわー気持ちいい。まだね、まだちょっとまだある。そうですね。何で倒すんだ。まあこいつ今常闇の破水源なんで体力があるジジイです。体力があるジジイです。カニーカニー。カニーカニーフィニッシュ。カニフィニッシュ。クラブフィニッシュだこれが。あのね、あのね、おついちさん特有のやつ。お得意のやつ。でもこれ敵が硬いんで、硬い敵ってもう二王に後半になってくると結構やばいんですよね。やっぱ早いとこ瞬。おお、スネ起こするとちゃんと擦った感覚もあるぞ。そうですね。すごい。PS5 で一番頑張ったところは。これは確実に擦ってます。擦した感じが。これは擦ってます。完全に。スネを擦ってます。すごい。スネ擦りたい。慣れてます。完全に。可愛いね。こっちでいいのかな。うきゅん。よしよし、まだまだワンダクメなんで。よしよし。ああ、ちょっとレベル上げちゃえ。そうですね、あの右下黄色いと反応しちゃいますね。上げたくなっちゃう。お、あ、すごい、二王のもんだ。はい。お、え、何か怒りがあるの。ミッションの最後ですね。うわそういうことか。いや、これどう。やばそう。ちゃ、ちゃ、すいません。ちょっと、本域でこれぐらいは、これぐらいは、ちょっとごめんなさい。誰だよ。うわ、あ、これさっきのやつで出してたやつだ。これは新しい状態です。あ、それ、うわ、それだ。はい、なんだこれ。天狗っぽ
は苦味でもあるけど、ね、でも違うのか、はい、なんか辛さっぽくもあるけどちょっと違いますね。鳥みたいな、ね、あのこれはいつまでという妖怪で、いつまで、はい、いつまでこういったあの鳥と、まあ、なんていうんですかね、半獣のルエみたいな、そうですね、いつまでって鳴くんでしたっけ。確かに。やばいやばいやばい。強っ。結構食らいましたね。惜しかったですけどね。返せそうだね。これやばいな。何何何。カニ、カニだ。カニだ。カニだけはすごい反応してる。カニだ。いいよ。いいよいいよ。いいよ。もう奥ここ。めっちゃいい。やばいやばいやばい。これがね。これよ、軽装だったらいけたのに。そうか、重装備の、やべこれ、かっこいいな。でもこれ行きそう行きそうですね。危ない危ない。あ、でもこれボスじゃないのか。下に本当だ、ボスじゃない、ね、出てないこれ、あの雑魚です。あ、これは雑魚。これ雑魚。雑魚って言っちゃダメですよ。雑魚ではないんですけど、あのジャンルとしては雑魚です。ボスのテンションでしたよ。やばいよこれ。そうですね。まあ今回最後の DLC なんで、最強の妖怪、最強の雑魚。あ、ナイス。ちょっと動きが読まれ始めてますね。そうですね。パターンを見切りましたね。頑張れ。いつまで頑張れ。いつまで応援する。やばいやばい。あ、でももうちょっとですね。ちょっとひよった。あ、いけんじゃないですか。これは、こっから食べたい。そうですね。もう完全に避けてる。欲張ると危ないゲーム。これで笑うと死ぬゲームなんで。確かに。ここでこれだな、今の。危ない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 。怖いよ。飲もう。よしよしよし。いや、一戦一戦。ああ、冷静、落ち着いてる。回避がめちゃくちゃ。欲張らないですもんね。あ、もうこれはいった。あ、いった、早い。いった、すごい。おー、よかった。なんでよ。なんで、なんでそんなの。いや、初見でやられちゃうとなんか。そうだな。僕の今、あれですからね、放送で一番流れるのは安田さんにっこりっていう単語が一番僕の放送のコメントに流れますから。いや、もう仕方がないですよね、この笑顔はね、やっぱりね。いや、でもやっぱり嬉しいもんですよね。嬉しいもんですよね。僕の配信だともう安田さんの知名度爆上がりしてますからね。マジですか。ありがたい限り、はい、でも上手い人のプレイ見るのはやっぱなんか気持ちいいですけどね。いや、誰も来ない。今、楽名屋の方もそのプレイ一瞬始まりました。大丈夫ですか。3人だと早い早い早いですね。あ、もう全然これはもう安心だわ、これ。気持ちいいわ。急に難易度激下がりした感じしますけど。いや、そうですね。はい、行ってください。イエーイ、ありがとうございます。いや、でもまっすぐ行ってもらえ、いや、楽だわ。いつまではきっとやってくれると思うんで。行くよ。いつまでの側のセコンドなんですね、安田さんは。基本的にあの妖怪の、全妖怪の父ですから。すかさどってますよね。あれ、遠近感つかめない。いいぞいいぞ。いや、だってもうさっきだったらもうすでに楽名2人ぐらいしてましたからね。そうですね、助かるわ。入りなさい。3人だとね、こうヘイトが自分だけに向かないので。そうですね。ちょっと、ね、こんな箱を見て心配な人はね、ぜひ回してみたいなというか。めっちゃおられたけど。そうですね、今、あの、掴まれましたね。まあ、3人でやると体力もついちゃうんで、まあ、大変ではあるんですけど、ただ順調ですね、まだ誰も落命してないんで、ね、あ、でもちょっと削られて、削ってくれね。お、飲んでね。いやー、ダメージ出てるな。
ダメだ。ついさんがね、ちょっと仕上がりすぎてるんですよ。ゴリゴリ削るから。あ、もうこれ難しい。ほぼ一人でガンガン抜けてる。あ、ダメか。あそこじゃないんだな。あれ、どうやって開けるんだろう。わかんないですね。あ、やばい。おお。あ、でも半分まで来ましたね。いや、これはもう、あ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 、助けてください。OK、助けます。はい、ありがとうございます。いやー、このね、回転がやっぱり多いんで、逆にマルチの方がこいつはつらいかもしれないですね。あ、そうですね、こいつ結構、はい、あの周囲の攻撃多いんで、はい、巻き込まれて、あれーって言ってそうですね、場合が多い。爆発するやつもそうですし、はい、回転攻撃もそうですけど、確かに確かに、ちょっと制御できなくなりますよね。自分に対してだけの行動じゃないから予期できない。そうですね、逆にね、あの尻尾気をつけないとよくあるパターン。いや、でも引きで見るとやっぱ動き早いな。あ、やばいやばい。知らない敵がこう自分と意図せぬ方向から来ると全く何もわからない。状況が読めない。これが避けれない。木塚さんが遠距離攻撃に走りました。バレました。悟りなんですね、やっぱりね。敵の HP が減り出すと急に急に弓矢を銃をバカッて全然違う。あ、やばい、やばい、痛い痛い痛い。救って救って、頼む。はいはいはい、いや、まだ全然余裕ありますよ。いつもありがとう。いけるいける、もういつもありがとう。楽目はそろ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 かな。これもとどめの救助じゃないの。もうちょいですね。そろそろお願いします、先生。気をつけて、気をつけて、気をつけて、とどめ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 、気をつけて、とどめ、とどめ、そっちの意味はとどめでした。これ、いって、いって、いけ、いけ、とどめ、はい、素晴らしい。危ない危ない、口ほどにもないね。よく言うね。落目してたでしょ、直前に。まだこれボスじゃないですか。ボスじゃない、ボスじゃないんだ。そうですよ、これで達成で、これが雑魚。安田さん、ちょっともう価値観狂ってない？価値観めちゃくちゃだな。長く身を関わりすぎたんじゃない？インフレ多くすぎてますね。こちらに来ていただいて、まあ一回オメガンの方がいいですね、これね。はい、いや、楽名案の方動くんです。そうですね、安定して、まああんだけね、あの爆発のエフェクトとかあんだけ重なってても全然その、あ、落ちた落ちた、すいません、ごちゃごちゃして落ちた。すいません、一本見ちゃうんで。なんか、あ、なんかお休み中だからそっとしといたけど、そっとしておきましょうか。ちょっと待って待って待って、置いていかないで。はい、はい、大丈夫です、そこ行っていただいて。はい、はい、ね、ほら、違う、この子ちょっとほらお休み中っぽいよ、これ。ああ、なんかいるわ、ね、ピクニックしてんじゃん、これ。これさっきのやつじゃないですか。多分ね、邪魔すると、自分が泣かされることになると思います。先行く。行っちゃいましょう、先。お、落としといた。そうですね。落としといた、そうですね。このままじゃあ、あの、ノックしちゃいましょうか。ノックしちゃいますか。お、うわー、来るぞ。さあ、どうだ、何のやつ？いや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 。うわー！何してんの？何こいつ？足が。うわ、なんだこれ。え？おやめなさい。何してんの？おやめなさい。何？何？どうしたどうした？あ、怖。怖。怖。あかん。あかん。ああ、一発で。ああ。そんな強い。危ない。危ない。おお。早いな。すごい。こんな動きされたら。うわうわうわ。いや、早いって。低平方し。やだ。遠隔できないじゃん。あ、ちゃんと。パラ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 。やばいやばい。何これ？何してくるのこれ？これだと。何？もう超えてない。今回の DLC のボスですね。やばいやばい、これは。圧
星。いや、リーチが長い。みんな知ってる縦星は、縦星がしてたから縦星なんやで。縦星か。いや、足すごいな、これ。美脚。美脚ですね。美脚。なんか。これなんだね、これ。ヒントだよってする。美脚。あら。多分、日本で馬と妖怪作らせたら、日本さんに勝てるところないと思うんだね。美しさとか、ね、この妖艶さっていうかね。やばい、一撃の重み。痛い。いや、痛いですね、これ。痛いですね。早い。ちょっと動きを読むまで時間かかりますよ。これも欲張ると。欲張った。走る。素晴らしい。あら嘘ってなっちゃうね。いや、普通に返されてたんですすごいな。おじいちゃんすごいな。そんな聞いてないよ。あ、そこやみ張りましたね。そこやみやめてよ。危ないですよ。あー、まあ、なんか最初の思い。やばい。何今の仮面。仮面やめ。仮面。あ、二人も持って、二人も持っていかれた。ありがとう。役名案の人がいるから。役名案ですね。やばい、これ何これ。さっきで言う花粉。花粉。どうしたらいいの、どうしたらいいの。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 飛び道具とかもありますんで、飛び道具とかも使っていただいて。そりゃそうだよ。痛すぎる一撃。そうですね、これは。これ薙刀鎌か。はい、技が薙刀鎌の技だ。そうなんです。だからもうすごいリーチが、リーチがすごい長いですけど、すげえ鬼が薙刀鎌の力使ってる。いや、なかなか、いや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 、早いな、マジで。でもやっぱちょっとこれ PS5 でやる価値がかなりある感じがするな。あー、ごめんなさい。楽名案の人が、楽名案の人が、ちょっと楽名案の人が。あ、もう無理かな、これ。いけいけいけ、危ない危ない危ない。そうですね、もう、ね、もう一気ある感じですかね。もう、もしかしたらもう、次なくなったら戻ってこない。あー、やばい。清塚さん、清塚さん、これ、戻ってこれない。戻ってこれない。戻れない。これはもう戻れない。俺とキッチさんで、やるってこと。嘘だろ。見せてくれ。いや、これはやばいわ。結構体力残ってるわけ。まだ半分いってない。半分ぐらいですね。半分ぐらい。え、まだ半分いってないじゃん。もうちょいで半分。今まだ58ぐらい残ってる。頑張って。おじいさんすげえ、ボクサーみたいな動き。覚醒してる。すごいぞ。すごい。すまない、みんな。やばい。戦略なくなりましたね。嬉しそうだな。そういうところ目ざといですよ。戦略がなくなりました。もうちょっとで3分の1ぐらいですかね。あー、危ない。うまいぜ。いや、惜しい。いやいや、今返せそうでしょ。完全に仕込んだ向こう。うわー、でも鬼化も残ってますよ、ポジションは。鬼にもなれる。間に合った。鬼化しちゃった。でも、おばあちゃんの勇敢で鬼化はしかないって言われてるんですけど。鬼化はまだ残ってるから、この体力関係ないから。おじいさんならできるよ。いけるいける、やれる。いけるいける。あー、やばい。全然削れねー。
ちょっと3人の突然なんで、そうですよね、1人だともうちょい欲しい。いやでもかなりもう動きは見切られてきてますね。やばいぞ、激アだよ、すごいフレームで避けてますからPS5 だから、すごい、うわーすごい、すげえ、すげえ、危ない、これはちょっとやばい、何これ